こんにちは。今日は、HP OfficeJet 200モバイルプリンターを箱から出してセットアップし、インストールする手順を説明しますまず箱を開けますテープを切ってフラップを折り返します箱の中には資料のパケットが入っています まず、セットアップポスターが入っていますここにはプリンタの基本的なセットアップ手順が示されていますこのビデオで説明する内容とほぼ同じですこれは Windows と Mac の両方のインストール CD です万一このディスクを紛失した場合は、ソフトウェアとドライバを 123.hp.com からダウンロードしてください次は、このプリンタに同梱されているインクの 体内摂取に関すする警告が記載された注意書きです最後は操作ガイドでプリンタの追加機能に関する情報や基本的なトラブルシューティング手順が記載されています。フラップを持ち上げると2つのインクカートリッジがあります。1つはカラー、もう1つは黒です。この地域では62番ですが、この番号はお住まいの地域によって異なる場合があります。段ボールを外にスライドさせると、 下にこのプリンタ用のバッテリーがありますこれはこのプリンタのユニークな特徴で、バッテリーを使うことで場所を問わずどこでも 8.5×11 のページを印刷できますプリンタ以外の最後のアイテムは電源コードです最高のパフォーマンスを得るには、常に HP プリンタに同梱の電源コードを使用することをお勧めしますプリンタの上部が上を向くように、プリンタの箱を横向きにします プリンタとボール紙の支持材を箱から完全に引き出しますプリンタの両側からボール紙の支持材を外しますこのプリンタの梱包材はすべてリサイクル可能です梱包材のリサイクルについては hp.com//recycle をご覧くださいプラスチックの袋からプリンタを取り出しますプリンタの周囲についている特製のテープを外しますこのテープは 跡を残さずに、簡単に外せるように設計されています前面に2箇所、背面に1箇所付いていますトップカバーを持ち上げて、発泡スチロールシートを取り外します白いストリップを使用して、透明プラスチックを取り外します3箇所に付いています インクアクセスドアを持ち上げ、最後の青色のテープを外しますボール紙の拘束材を外に引き出し、インクアクセスドアを閉じてからトップカバーを閉じますプリンタの背面に回り、タブを押してバッテリーカバーを外にスライドさせて取り外します バッテリーをプリンタの右側にスライドさせてから、左側にカチッと音がするまで押し込んで取り付けますバッテリーカバーのタブをプリンタのスロットに差し込み、左側をカチッと音がするまで押し込んで、元通りに取り付けますついに電源コードからツイストタイを外し、プリンタの背面にあるポートにコードを差し込みます トップカバーを持ち上げます。ディスプレイを持ち上げ、電源ボタンを押します。プリンタに電源が入り、ディスプレイに質問がいくつか表示されます。矢印ボタンを使用して言語を選択し、OK をタッチします。OK をタッチして確定します。 お住まいの国または地域を選択して OK をタッチします OK ボタンを押して再度確定しますこの時点でネットワークのセットアップ環境を選択します IT 部門がネットワーク設定を行う場合は IT 管理を選択しそれ以外の場合は自己管理を選択して自分で設定します OK をタッチします次にプリンタに付属のカートリッジを取り付けますインクアクセスカバーを持ち上げると キャリッジが所定の位置に移動しますパッケージからカートリッジを取り出します最初にどのパッケージを開けても構いませんパッケージからカートリッジを取り出してオレンジ色のタブを引っ張りインクノズルを正しく露出させますインクノズルまたは電極部に触れないように注意してくださいこれらに触れるとカートリッジが損傷する可能性があります カートリッジを対応するスロットに挿入しますカラーは左、黒は右ですカートリッジとキャリッジロックを指で挟むように押さえカートリッジを所定の位置に固定します他のカートリッジをパッケージから取り出し、オレンジのプルタブを取り外しますカートリッジをスロットにセットし、ロックとカートリッジを押さえて固定します インクアクセスカバーを閉じます HP 純正カートリッジが取り付けられたことを確認する画面が表示されます OK をタッチします次に用紙をセットしましょう未使用の白い普通紙の束をさばき、給紙トレイにセットします用紙幅ガイドを用紙の端に軽く当たるように調整しますコントロールパネルで OK をタッチすると、調整が開始されます 最高品質の印刷物が得られるようにプリンタが調整されます印刷された調整ページは、捨てるかリサイクルしてくださいコントロールパネルに、「調整は正常に完了しました。」というメッセージが表示されます調整は正常に完了しましたというメッセージが表示されない場合は support.hp.com にアクセスしてサポート情報をご覧ください OK をタッチして続行します コンピュータまたはデバイスの接続方法を選択します。このビデオでは、後で接続を選択します。OK をタッチします。アップデートが自動インストールされるようにするか、プリンタに手動でインストールするかを選択します。HP では自動アップデートの実行を推奨しています。OK をタッチします。OK をもう一度タッチして続行します。プリンタのパフォーマンスを向上させるために、 HP はプリンタタから匿名でデータを収集するこ,とができますこのデータを HP に送信することに同意するかどうかを選択し OK をタッチします。プリンタの所在地を選択し OK をタッチします。プリンタの使用方法を選択し OK をタッチします。OK をタッチして確定します。この時点でプリンタのハードウェアセットアップは完了です。 ソフトウェアのセットアップ手順を読み、OK をタッチして続行します。必要に応じて残りのプロンプトに応答します。コンピュータまたは他のデバイスにプリンタをインストールするには、Web ブ,ブラウザを開きます。123.hp.com スラッシュセットアップに移動します。ダウンロードボタンをクリックまたはタップして、コンピュータまたはデバイスにファイルを保存します。ファイルを開き、 プロンプトを読んで応答し、ソフトウェアのセットアップを完了しますお使いのプリンタのソフトウェアセットアップに関する詳しい情報やサポートについては hp.com//supportvideos をご覧ください HP Office Z200 モバイルプリンターを箱から出してセットアップ・インストールする手順は以上です